いよな、でもギャラ大事やで、こうめっちゃええやん、うん、急にギャップね、うん、もう距離を縮めていいこれいたずらしてるだけやと思うんだけどな、待ち合わせとか決めてやるやばいなあれじゃん、ほんまに、ほんまに会うまで行こう、もし途中でこれ来ても知らんでしょ、これそうですね、だいぶ返事ちょっとこれもうちょっとあれじゃん、本気で狙ってんじゃん、考えてますね、なあ開けた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 、そうそう、何そうそうそうってことね、そうそう、お客様に幸せ運んでるよどういうこと、何に対してやろう、ええー、そうな後で会わへん、お来た来た、え逆に言えば、逆に言うてんのあいつら、撮影しに来いよそうな、あとだよ、今心斎橋やからめっちゃ近い、まだ心斎橋やからいや近くにスーパーあるから、そうそこは何ですか、コンビニやったらなんかあいつ言い訳でするやん、はい、その途中で会ってましたね、はい、でももうな、場所移動しろってことはできへんわけだから、お前プロやな何がプロみたいな手つきでブンブンとやめて今日は会うだけでもってか大事やな、これ、あーそうっすね、めっちゃええやんこんなん言われたいわ、年がら年中反抗期ランランデスランラン、電話来た、誰あらら、ちょっと出よう、どうして、はい、じゃあね、コンビニ着いたんすけど、おにぎりに行くか、どうしよう、コンビニ、もうええねん、そんなもうそんなええねん、早起きてくれ、もうみんな待っとんねん、え、いらないですか、いらんし、もうそんな頼んでないし、あ、すみません、まずあ、すみません、勘違いしたんといて、そういうの、あ、すみません、すぐ行きます、うん、ちょっと早戻って、もうみんな待ってるから、はい、はい、失礼します、え、来てるやん、来た来た、やろう、いやいや、それはこんな綺麗な人に誘われたらたまりません、綺麗な人、お前しか見てない、お前しか見てねえよ、会おうよ、割り切り、ちなみにいくらかな、金払うとするやがんで、会いめっちゃ忙すな、忙してる10分後ってこいつ一旦俺らのとこ来るんだよ、あのちゃんそんなことない、いや一回来るんちゃう、あさすがに何か言うて来るんちゃう、やると、あ、お疲れ様です、お疲れ様です、今シミュレーションしとってちょっと、撮影の次の撮影の流れの確認、ああそうなんですか、すいません、ちょっと、まあまあ、間に合いますか、あやってんのかあかんでよ、ほんまに、すいません、一瞬まだあるんちゃう、一瞬出てるんすか、ん、10分後、ちょっと一瞬、待って、いや、なんでなんすか、いや、ちょっとなんかあれっす、ちょっとあれっす、え、お前、用事あんねんて、用事ですね、大事な、だいぶ帰ってこないです何してんねん、あ、見て、見るだけです、見るだけっていうか、会うだけ、愛し合うんですよ、ちょっと誰の？なんか、おっぱい、どういうことよ、ギャルガールじゃないですか、めっちゃかっこいいですねみたいな送られてきたってこと、はい、いや僕初めてめっちゃいいやん、そうそう、気圧やん、いや一旦なんかちょっと顔だけみたいな、あの一回顔合わせしようみたいな絶対それやれるやん、 3P しますそういうことだよ、これだってそんな 3P というかもう 2P になってまうで、あ、僕逆に、あれですか、チョイスですか、いや、一回だから行きますよ、一人で、まあ一回じゃあ撮影するの、ああえ一回先にやるんですか、いや、間に合わない、これ、一回やるんですよ、女や2時間待って、いや、こっちもね、行きたいのそれ、ええよ、顔だけね、いいですか、うん、どうっす、コンタクトしてない、どこに何段がいるか分かんない、すいません、そんな思うじゃないの、
携帯で顔チェックしてる。携帯で顔チェックしてる。決めてんな。もうどうした？まだ来てない。最近の病院来てくれない。なんだよ。あ、来てないか。いや、痛いですけど。あ、来てない。え、もう来たわけよ。いや、もう来たから。戻りようがない。もう来たから。来たで。戻ってもらっていいですか？いや、見てください。おるよ。まあどういうことですか？あ、クラッコよ。どういうことですか？どういうこと？もう一回やる？もう一回やる。桜子よ。待って、桜子よ。桜子ようや。やめてー。